任務完了。簡単すぎやしないか。誰だ？なんだ指揮官か。迂闊に触らないでくれ。怪我させてしまう。いいお天気ですわよ。まさにショッピング日和。おはようございます、指揮官様。超指揮官様、奇跡が起きるかどうかは私のピュアな魔法と少しのお金にかかってるんです。指揮官様、私お腹が空いちゃいました。
馬を節約して慎重に進めて。よっしゃ、攻撃準備や。みんなに助けてもらって感謝しきれないよ。開始。いけいけ、ここですよ。覚悟なさい。用意、撃て。勝ちました。敵を捕捉、攻撃開始。これは年長者の貴重な意見だぞ。勝ちました。開始。騒がしい方はさっさと退場です。私、弾を無駄にするつもりはありませんわ。万に一つも負けはない、だから言ったでしょ。
眼銃が。この痛みを感じていたいわ。新しい銃が完成したようだ。私と同じくスナイパーか。無駄無駄。
制した奇跡の力、もう一度見せてあげる。ちょろいちょろい。逃がさないよ。厄介ね。これに決めた。そろそろ本気出したのかな。万に一つも負けはない。だから言ったでしょ。指揮官様、私開始。し、うるさい。狙って。民間用の武器の威力を思い知らせてあげるわ。射撃準備。万に一つも負けはない。だから言ったでしょ。弾を節約して慎重に進めて。これだけの弾薬コスト大丈夫かな。特別サービスだよ。これぐらいの距離なら大丈夫ですよ。みんなに助けてもらって感謝しきれないよ。
弾を節約して慎重に進めて。みんなを失望させないように。誰や、一番重そうなやつを撃つって言うたんは。これぐらいの距離なら大丈夫ですよ。みんなに助けてもらって感謝しきれないよ。敵を捕捉、攻撃開始。安心して死んでください。帝国時代の老兵の実力、お前知るがよい。勝ちました。私のこと信じてくれますか？なんだ指揮官か。迂闊に触らないでくれ、怪我させてしまう。